始めたいと思います。じゃあ皆さん、かなり苦労されていると思いまして、物理での使う数学の質問を受けたり、あるいは皆さんでですね、ここでディスカッションして盛り上がったり、まあ、その痕跡がここの黒板に見せられていると思いますけれども、やっぱり一人でこうやろうとしているとなかなかその分からなくて進まないということもあります。でその中でこうやっぱり同じ、まあ、分かっている友達とか分からない友達とかなので、いろいろ議論を深めることでその問題が解けたりとか、あとその自分が気づかないところを友達に教えてもらったりとかいうこともありますので、そういう意味では今のディスカッションって非常にいい雰囲気だなと思ったんですけれども、ぜひ皆さん友達とですね、そういう問題を一緒に解くような機会がありましたら、そういう機会を持って分からないところをこう少しでも理解できるようにしてほしいなというふうに思います。まあ、ちょっとこの黒板を消すのは名残惜しいんですが、まあ、これからちょっと授業しなきゃいけないので、一応ここは消します。1対1の関数、それから逆関数というものを一応言葉に触れておきたいと思います。一つは1対1関数、からもう一つは逆関数というものを、まずちょっと、いきなりですけど、その数学的な定義を書いてから発表しますので、ネックルワークで見てください。 F というのを X から集合 X から集合 Y での関数とします。大体こう書いたら関数だと思ってください。微積分ではこれ書いてあるので、これが1対1であるとは、次のところを言います、ね、こういう定義をしますということで、こういう形ですから、注意してください。と2位の集合 X のゲームスモール X スモール Y に対して、まあ、読むときには2対してというような読み方をしますが、式を書くときには必ずしもこう書きませんので、こう書いたら、2位の、集合 X で集合 X の Y に対して取り組みたい。FX と、まあ、SY が等しければ X と Y が等しいというのは、一応この定式的な数学での1対1関数の定義です。でまずちょっとこれを写していただいて、じゃあ実際どういう意味なのかっていうのを説明します。大体いいですか。そしたら、まあ、ちょっとまた直感的な図で考えますけれども、先ほどの授業で述べたように、この関数というのはこの X のある点に対して、この Y のある点が、まあ、一つだけ定まるということを説明しました。ですので、例えば集合 X の点スモール X を1個定めれば、
これが集合 Y のある点に1個だけ対応する。だからここからこう2つ分かれ道をするようなことはまあ、ありえないですね。こういうのが観測 Y です。ところが、逆にですね、この集合 Y の点に対してここに移ってくるような集合 X の点っていうのは一般には1個とは限りません。例えば別な、この Y という点からも FX に移ってきたりすることもありえます。で、具体的な例を先に挙げてしまいます と、皆さんよくご存知の Y イコール X の2乗という関数、これも関数ですよね。で、X 軸 Y 軸書いて、で、例えばそうですね、X が、Y がですね、プラス1を満たす点というのは実は2つあって、X がマイナス1とプラス1、両方でこれ、この関数の値がプラス1になりますよね。で、これって何言ってるかっていうと、X がマイナス1からも、Y が1に移るし、X が1からも、Y イコール1に移るし、X がマイナス1からも Y イコール1に移る。ですので、まあ、こういう図式のように、例えば、こちら X 軸とすると、右が Y 軸とすれば、これがマイナス1で、プラス1、両方からこの1という点に移ってくるというような例になっています。まあ、こういう意味で、一般には、この移った先ですね、移った先の点に対して、この移ってくるこちらの X の点というのは1個になるとは限りません。で、1対1関数というのは、その大体今皆さんお分かりかもしれませんけれども、ここですね、この Y の点に、移ってくるこの X の点が1個しかないということを言っています。で、ちょっとこの点には分かりづらいかもしれませんけれども、例えばですね、ここは、X と Y という関数があって、で、例えばその移った先 FX で Y を移った先 FY だったんですけど、実はこの FX とこの FY が等しかったという時にいうことが成り立っているならば、実はこの X と Y っていうのは今こう分かれている異なる点としかありませんけれども、実はこれは等しい同じ点だよというのがこの1対1関数の定義です。で、ちょっとこのだけだと分かりにくい人はこの例題のその対応を考えてもいいです。配分を取ると、どう書くかっていうと、皆さん配分のことは勉強されてきたと思いますが、単純にこの矢印の、両側の式ですね、矢印両側の式をひっくり返してそれぞれの式の否定を取ります。ですので配分ですと、X と Y が等しくなければFX と FY は等しくない。こういう定義にもなります。両方はとも意味は同じものです。だこう書くと、確かに、まあ、一般の関数だと、その X ですね、それと Y が異なっているように、その同じ、X で同じ点に移ってくる場合が、まあ、あり得るわけですね。ところが、1対1の場合は、この X と Y が異なっていれば、それらのそれぞれ1つになっているも異なるというのが、この1対1関数のその定義、前回からの定義でいいんです。いいですか？はい。で、1対1関数でない例が今挙げましたように、この Y イコール X 2乗ですね。で、X の異なる値に対して、この Y の、同じ値に対応する
ここというのが存在です。じゃあ、1対1な関数の例というのは皆さん、思い浮かぶでしょうか。ちょっと皆さん考えてみましょう。1対1関数の例、何かありますか。ちょっと5秒間だけ考えてもらって、で、まあ、ちょっと僕がまず、一つの例を出しますけれども、例えば、非常に単純な例ですけど、y イコール x。これは1対1ですよね。まあ、直感的に、まあ、これ単調動画、まあ、単調動画って言うことがありますけれども、ずっと、x の異なる値に対して y の異なる値に対して、異なる値を対応するということで、まあ、少なくともグラフを見ている限りは1対1関数の量が気がしますが、実際にこの定義に照らし合わせて関数 y イコール x は1対1という証明ができます。それで興味のある人はちょっと実グラフの証明を進めてみてください取り上げたっていうのは、それなりの意味がありまして、それがその逆関数の話につながっていきます。で、今見ていきましたように、その F が1対1ならば、今度はその今はその集合 X から集合 Y へのこう関数を考えたんですけれども、実はその F が1対1ならば、この逆の対応を考えることができるようになります。なぜかというと、ちょっとなぜかというとは、なんとか説明しますけれども、まず F が1対1ならば、その2位の、y の値、スモール y に対して、ここがポイントなんですが、このエグジストっていうその存在記号にの右隣の数字の1と書いて、これをですね、しばしばそのただ1つ存在する。意味を表す記号で使うことがありますので、まあ、どこかの先生がこうさらっと使っても驚かないと思います。で、何を言いたいかというと、そのもし F が1対1であれば、その集合ラージラインの源 y に対して、この集合 x の原因ですね。これがただ一つ、対応付けられる。ただ一つ存在するということが言えます。あとなんか、そしてですね、さっきだと言って、y イコール fx だから。その F で移してこう Y に移ってくるようなこの集合 X の源スモール X がただ一つだけ存在するということが言えます。で、これはですね、その何が言えてるかというと、実はその F が、1対1なのか、その今 F っていうのは集合 X から集合 Y をこう関数として見ていただきますけれども、 F が1対1だったら、これを F をその逆向きの集合 Y から集合 X に
としての太陽と見ることもできるということですね。で、そうなりますと、今度はこの F ですね、F ですね、F、これ X、関数 F に対して、この F の肩に、右上にマイナス1乗というのを書いて、F インバースと言いますけれども、今度は y から x への関数を考えることができます。で、これのことを、この f インバースと呼ばれて定まる関数のことを、この f の逆関数と言います。ということで、ここで皆さんに一応注意していただきたい、覚えていただきたいのは、もし F が1対1の関数ならば、もともと F っていうのは X から Y への関数だったんだけれども、逆にその F を使って Y から X の関数を考えることができると。そういう関数が存在する。で、それをこの F の逆関数と言いますということですね。1対1関数があるなら逆関数も存在するというところがポイントですので、そういう事実を覚えて押さえておいてください。ここまでいいですか？質問ありますか？はい、それでは、今度はですね、その関数、まず今まではその、関数って一応どういうものかと、それから関数の用語を一通りやっていきましたけれども、これから今までその数列の局面を扱ったように、その関数の局面のことも一応一通り学びます。で、その上でいろいろなやっぱり言葉が出てきまして、その言葉の定義を一応する必要がありますので。しばらくはその説明をしていきます。以下の話なんですけれども、以下では関数 F を、X から集合 X から集合 Y への関数とします。ですので X が KB。集合ということで話を。で、そこでこれからやるのは関数の単調増加とか単調減少とか、それから関数の流体とか、それから局面についてみたいな言葉です。で、まず。定義としてその関数の単調増加と単調減少という言葉を使っていきます。
ここからちょっとあれですね、板書のノートが増えるかもしれません。ちょっと大変なことになります。まず最初に関数 F が非減少点ということがあります。でこれはまあ、X1 と X2 を共にこの中央 AB と X を原因として X1 は X より大きければその F の値ですね、F の X1 に比べてその X2 は等しいかそれより大きいということを言います。でそうしますと、F が単調増加の定義も多分皆さん予想されていると思いますが、多分それが当たっていて、F が単調増加の定義は、まあ、X1 に比べて X2 が大きいというのは先ほどと一緒で、その時に F の代償関係は、先ほど非減少の時には代償関係に統合が入っていましたけれども、単調増加の場合は統合が外れます。 FX の間で FX1 よりも FX の方が真に大きいという場合に F は単調増加といいます。で、その次にその F が単調減少の定義をしますけれども、これもやっぱり全部書くのは非常に皆さんにとっても苦痛な人もいると思われますので、色を変えてそのちょっと変わるところで書き足して済ませたいと思います。括弧2番ですね、括弧2番、まず X が非増加、非減少はこれ非増加になります。括弧2番非増加の定義は、これは X1 と X2 の代償関係はこのままで、これに対してこの関数の値の代償関係が今度逆転するんですね。非増加ですから X1 での F の値に比べて X2 での F の値は等しいかそれより小さくなるというのが、まあ、F から非増加。でそうなりますと、単調減少の方も同じような定義でして、この F が単調減少、この定義は今度は同じように X1 よりも X2 が大きいときに F の X1 と比べて F の X2 の方が真に小さくというのが、この F が単調減少の定義となります。今日は代償関係が、まあ、過去1のときと逆転するということで、確認しておいてください。で最後に、単にその F が単調な可能性であるというような言い方もします。これは、前も同様の言葉の定義があったんですが、まあ、F が、まあ、単調増加もしくは単調減少ですね。
両方その、まあ、どちらかが起こっている場合に単に単調であるというような言い方をします。はい、ちょっと黒板を見ます。でそれからあと、立て皆さん、画面を映してくれますかね。で次にその関数の融解性に関する言葉を手にしておきます。まず最初に、この F が上に融解っていう言葉があるかな。これはどういうことを意味するかというと、集合 X の元スモール X に対して FX の値が K 以下だということを言います。というと、皆さんにですね、慣れてくださるのは、こうやって、数式の形で定義を書いたときに、じゃあそれ例えば、関数の適当なグラフのような図でですね、どういう意味を表すのかっていうのを、なるべくパッとイメージできるように考えてほしいと思いますけれども、どういうことかっていうと、例えば、ある関数があります。ある関数があったとして、でこの F が上に融解っていうのは、ある定数 K が存在していて、で X がこの実軸上でどの値を指すとしても、この場合は、large X ですが、一般にはこの実数全体ですね、例えば実数全体でどういう値をとっても、この関数がこの Y イコール K の線より上にはみ出ることはないということを言っているんです。でこういうことを言って、こういうことをもっと上に、K は上に融解、F は上に融解であるということを言います。そうしますと同様に F が下に融解ということはもう定義できまして、 F が下に融解で、この時はある K が存在して右に X に対して今度はFX は逆にそのこれですね、 K と等しいかそれより大きい。今は上に融解のこの関数のが上から抑えられているということですけれども、今度は逆にこの関数がここの Y イコール K という直線より下に出ることがなければ、この関数 FX は下に融解だという言い方をします。で最後に先ほどと同様ですけれども F が単に融解という言い方もありまして、これはその F
が、まあ、上に誘拐で、かつ、下にも誘拐である。すなわち、こう、まあ、例えば、ある、まあ、K ダッシュという実数で、この FX、上から抑えられていて、ここから上にはみ出ることがない。で、まあ、K という実数で下から抑えられていて、下にもはみ出ることがない。まあ、こういうときに、F は単に誘拐だという言い方をしています。というところで、まあ、こういう定義を聞いたら、そのじゃあ、上に誘拐な関数の例って何があるかなとか、下に誘拐な関数の例ってどんなのがあるかなって、ちょっと思い浮かべてみてください。例えば、そうですね。上に誘拐な関数の例ですと、例えば y イコールマイナス x の2乗、これなんかそういう例ですね。例えばこの関数っていうのは値がどんな x に対してもこの値が1を超えるようなことはありえないですね。だから y イコールマイナス x の乗は誘拐である関数であるということは分かります。逆に、下に誘拐な例ですと、まあこれまた単純なんですが、じゃあこの関数をひっくり返して y イコール x の乗であれば、例えば y としてマイナス1を取ると、この関数の値がマイナス1より小さくなることはないですか。この y イコール x の乗は、まあ、下に誘拐な関数です。じゃあ、上にも下にも誘拐な関数ってどんなのがあるかなと言いますと、何かいい例ありますかね。うん、そうですね。三角関数はそうですね。例えば y イコール 3x。これは上の方では y イコール、プラス、まあ、プラス1でもいいのかな。プラス1でもいいですね。ここは等号を許しますから、上はプラス1、下はマイナス1とすれば、上に誘拐で下の分ということから、この関数 y イコール 3x は、まあ、誘拐の関数だという例になります。こういう使い方を、するので覚えておいてください。単調現象を誘拐としたところで、関数の極限の言葉を一応定義しておきます。でまず、先ほどその数列の極限値をやったように、その関数の極限値という言葉も定義しておきましょう。関数、まあ、y イコール
チャンスライクをテイクするようになっておりまして、最初に X が、まあ、X は A に等しくないんだけど、かつ、まあ、A に限りなく近い、限りなく、近づく、時に X の値が まあ、あるラージ A という値に限りなく近づく時に、でこの時に、まあ、多分皆さんご存知、よくご存知だと思いますが、を A に近づけるときの VTX の極限値極限値はラージ A だと言いまして、でこれを、まあ、この書き方もおなじみだと思いますが、X が A に近づくときのリミットですね、をが A に等しいというふうに表します。次にこの、まあ、多分これも皆さんやってると思いますが、その、X が A に右から近づくとか左から近づくとか、そういった場合のその極限値の、言葉を定義しております。で2番目としては、まあ、X が、まあ、X が、まあ、A より大きい範囲、もしくは X より小さい範囲を保ちながら、その A に限りなく近づくときに、FX の値がやはり同じように、まあ、ラージ A ですね、ラージ A に
限りなく近づくものにしましょう。でこの時に x が a プラス l と書いて、その x が a に右側から近づくということを表しますけれども、もしくは x が a より小さい分から近づく場合には a マイナス0と書きます。これも多分皆さんよくご存じと思いますが、この時の fx の右から近づける際は右直線値で、左から近づけるときは左直線値ですね。円値は、まあ、A だ。これを まあこうですね、そのリミットの下の x の記号をまあこう書くわけですね。それからとその0に近づく際は、まあ、x が、まあ、0に、右の方から近づくっていうのを、まあ、x この0、左側の0を省略してですね、プラス0って書きますし、また同じように x が0に左側から近づくことは x やっぱ矢印、マイナス0というようなことになります。あとその今の関数の右極限値と左極限値に関する性質としまして、これも多くの人は知っていると思いますが、もし、x を a に近づけた時の、fx の極限値が定まるのは、それと その右極限値と左極限値が定まって、それはもうまたこの A に等しく優先してあります。またこれ逆も成り立つんですね。そこに注意してください。fx において x を a の、右から近づけていった極限値、右極限値と左極限値がもし一致してラージ a に等しくなるならば、単なる極限値もそのラージ a に等しくなるという逆向きも成り立ちます。だから両方成り立ちます。だからそうですね、どちらが成り立つかは向かわないということなので、それも覚えてください。それから以上の括弧1括弧2の関数の共
極限値に関しての定義は、X をある有限な値 A に近づけていたときの、極限値の極限の定義なんですけども、それとは別に、この X をどんどん大きくする、まあ、正の無限大に大きくするとか、あるいはどんどん小さくする、どんどん無限大に小さくするというような、そういった、X の考え方に対する極限というのを扱います。ですね、それをちょっと簡単に書いてみましょう。X を、まあ、正の方向、もしくは負の方向ですね、に、まあ、限りなく大きくしたときに、この FX がラージ A に分かりやすかった、まあ、そういうこともそういう状況も扱います。でこの時はこの、まあ、X を XA の無限大、あとは X を負の無限大の時の、まあ、FX の極限値が、まあ、A です。と言いまして、ちょっとこれは見えますが、まあ、これも皆さんよくご存知だと思いますが、まあ、正の無限大、X を正の無限大に持っていくときはこういうものですね。負の無限大が持っていくときは、まあ、こういうふうにで表します。以上が関数の収束に関する仕事の、まあ、多くの人によっては復習となると思いますが、定義です。ここまで大丈夫ですか。そうしますと、一応、まあ、なかなかその板書も5つの骨が折れると思うんですが、大変ですけど、関数の発散があるんですね。この収束の次を収束をやると。で、発散も書くのはちょっと大変かもしれないので、一応、でも書く内容はですね、今までのその関数の極限収束をちょこれもっと書き換えると、関数の発散の定義になってしまいますから、まあ、よく分かっている人は、
まあ、ちょっと黒板を眺めて、あの後から確認しておいてください。で今度は関数の発散の定義をやりましょう。一応、まあ、時間をなるべく、そうですね、節約するために、多分この黒板3回分の場所をほとんどそのまま流用できますので、ちょっとすいませんが、今、こう流用してしまいます。だから皆さんもあのそれぞれ皆さんそれぞれどうかを別の書き足していけるとは書き足していってください。今度は関数の発散ですね。で、最初の定義はその x がですね、あの a と等しくないという条件で a に限りなく近づくときに、その先ほど関数の就職的変化の我々 fx の値が、まあ、a に限りなく近づくって言ったんですけれども、で今度発散になりますと、その fx の値が、まあ、限りなく、まあ、大きくなる、もしくは小さくなる、時に、この時にはその x が a に近づく時、fx は正、もしくは負の無限大に発散する。と言いまして、まあ、正の無限大の時にはここが、まあ、プラスの無限大ですね。で、負の無限大の時は、このマイナスの無限大で表します。大体先ほどの関数の結果に言葉の一部の一部をちょっと置き換えると、まあ、大体関数の発散の定義になります。あと、字が判読できないとかいう人もいたら遠慮なく言ってください。で、じゃあ、次に進みますけれども、先ほどのように今度は、今のやった関数の発散は x が a に単にその x がある a に近づくという話なんですが、で今度は括弧2番は先ほどと同じようにその、右から近づけるか左から近づける、
初期の話ですね。まあ、X が A より大きいもしくは A より小さい条件を保ちながら A に限りなく近づくときに、X の値が、まあ、限りなく大きくもしくは小さく、なる際に、X が、まあ、A に右からもしくは左から近づくとき、FX は、正もしくは負の無限大に任さずと、と言いまして、で、ここも同じように式でも同じように、ここは、まあ、プラスの無限大ですね、もしくはA がと、A、いや X が A の、まあ、左から近づく場合になります。といって表します。だから、ほぼ定義は一緒ですので、まあ、元というのは面倒な人は以下同様としてあるから、ちゃんとやってもらってもいいです。一応教科書にも、同じような記述がありますので、まあ、できるようになっています。ただ一応この講義ではこういう教科書の中では多分必ずしもこういう過剰分けをきちんと書いているわけではないですので、まあ、多分皆さんがそのこれから自分の勉強なんかをして、はて、どういう定義に当たったっけなと言ったときに、こう辞書代わりにこう前に戻って、まあ、使えるような計算で書こうと思って書いてます。それで、まあ、その辺ちょっと、動画にしてください。で、一応、まあ、X が A に近づく際ですね、関数の発散をやりますと、まあ、最後3番目としては、一応これ消してですね、今度はその X を、まあ、正の方向もしくは負の方向に限りなく大きくするときに、FX が発散する話ですね。FX は限りなく大きくなる、もしくは、小さくなるという場合も、これはもうやはり皆さん知っていると思いますが、FX が正の無限大、もしくは負の無限大のとき、FX は、まあ、正、もしくは負の無限大に発散するといいます。発散するといいまして、でこれをやはり同じように、まあ、ここですね、右辺が負の無限大、マイナス負の無限大、で、まあ、表すというのは、まあ、今までやったことだと思います。
応以上が関数の、発散の定義です。まだ落ちている人もいると思いますので、一応ちょっとしばらくこの3枚一般残しておきますので、まだ僕は、ちょっと上に上げたかったんですね。先ほどその数列の収束や発散の定義はあるんですけど、イプシロン N 論法というのはあるんですが飛ばしますという話をしました。で、関数の収束発散についてもこの収束発散の定義というのがあります。ただやはり同じように、残念ですが今ちょっと詳しくやっていると時間が足りなくなるので、ここでも飛ばしますが、一応教科書の場所だけ示します。教科書の21ページであります。ページ 1.2 です。で、ここで定義されているその関数の収束や発散の定義の仕方はよくエプシロンデルタ論法と呼ばれます。ちなみに先ほどですね、デルタの筆順の話がちょっと出ましたけれども、なかなか多分その大学でこう勉強し始めた皆さんがこう困ることの一つに、いろんなギリシャ文字やらないやルートとか、その筆順を知らないという場合があるんですよ。ちなみにデルタに関しては、僕もちゃんと習ったわけじゃないですけれども、いろいろ書いていくと見ると、どうもこの下の方から書くんですね。こんな風に下の方から、上に向かって書く、小学校の漢字の筆順練習を思い出す人もいるかもしれません。そういう風に書きます。書くのが一般的なようですので、一応ここで言っておきますが、もしちゃんとした筆順の資料を見たことがある人がいたら、ぜひ教えてください。僕もそういう資料はまだ知らないので、あれば見てください。で、ちょっと話を戻しますと、その関数の収束発散の定義は、よくイプシロンデルタ論法と呼ばれるものです。で、これは、3学期の美咲文さんではもちろん、ちゃんとやりますけれども、一応、僕の講義ノートにもある程度直感的な、資料は書いていましたので、もし興味がある人いたら読んでみてください。大体皆さんこの辺の定義必要ありましたでしょうか。そうしますと、あと今日は多分この関数の極限の性質で終わりになると思いますが、先ほどその数列の極限の性質をやりましたように、関数の極限の性質についてもいろいろあります。で、一応そのうちのほとんどは教科書に、ありますので、詳しくはその教科書の各項目を見ていただくということにしたいと思うんですが、一つは
定義 1.6 というのがありまして、これ教科書の17ページですね。17ページにありますように、関数 fx と gx があって、その関数 fx は、ラジエに収束する。で、関数 gx はラジエに収束する。極限値で、ここで一応先ほどと同様注意なんですけれども、この極限値ラージ A とかラージ B はともに有限な値として、こういう生産が来たということに注意してください。で、そうしますと、例えば括弧1番ですと、fx と gx の和ですね、和もしくは差という形の新しい関数を作ったときに、それにおいてその x を a に近づけたときに極限値がgx の極限値と gx の極限値の和とか差になったりとか、あとは括弧2番ですと fx の定数倍の関数の極限値は、ラージ A の定数倍になります、ね、そういったことは言えますので、これは多分今まで皆さんよく使っていることだと思います。で、きちんとした証明はまたこれも3学期に扱うと思いますので、その範囲で各自勉強してほしいと思います。で、それからあと、定理 1.7 ですね。定理 1.7 は、これも先ほど素数の極限って入れたようなその重ね打ちの原理と呼ばれるものです。で、これも、これは、fx とそれから gx と、hx という関数があって、で、これ fx は関係ないですね。gx がその fx で下から挟まれている、fx と hx が上と下から挟まれているときに、fx が、エラーエンジンこの挟んでいる上と下の関数がそれぞれ fx をあるスモール a に近づけていったときに、この挟んでいる上と下の関数がそれぞれラージ a に収束するならば、この gx にも極限値が存在して、それもまたラージ a になるというのがこの定理ですので、注意してください。それからあと、関数の極限の性質で、一応ちょっと触れておきますけれども、定理 1.8 というのがあります。これが教科書の21ページです。で、この辺の定理のきちんとした証明になりますと、やはりイプシロンデルタランプがどうしても必要になりまして、で、ここまでの授業で説明した範囲ではちょっとうまく、説明するのは難しいですので、一応その証明の内容だけ紹介していきます。で、特に後の方でよく使われるその性質について紹介しておきますと、この括弧2番という項目で、
FX、生産性 FX において、X を A に近づけていったときの、まあ、極限値が、C ならば、この FX、FX イコール A の均衡、この均衡という言葉もこの数学特有の言葉ですが、まあ、非常に十分に近い範囲と思っていただければと思います。均衡で、まあ、正解、そういう性質があります。で、まあ、考えてみ、直感的には非常に当たり前のように思いますけれども、この性質は例えば関数の極大極小判定なんかやりますので、皆さんの高校でやったと思いますが、導関数がこう0になって、で二次導関数が正関かっていうので、その与えられた関数がある程度極大か極小かっていうのを判定するっていう方法はよく知っていると思います。で、この極大極小の判定なんかをやるための道具として使うことがもあります。まあ、その他いくつかの使い方がありますので、一応これを挙げておきました。で、ついでに、で実はこの括弧2番の証明を読んでみますと、括弧1番、括弧2番、この定理 1.8 の証明を読んでみますと、三角不等式というのが出てきているんですが、皆さん、三角不等式は十分理解できてますか？三角不等式、例えば、ですね、まず三角不等式ってどんなものかっていうのを知らない人と伺いますか？はい、別に知らなくてもいいので問題ありません。はいはい、わかりました。でちょっと、あと時間ないので説明しておきましょう。三角不等式はですね、例えば A と B を実数とします。でこの時にその絶対値に関する性質なんですけれども、A プラス B の絶対値より A の絶対値と B の絶対値を和が等しいかというより大きい。それが一つ。でもう一つは、A-B の絶対値は、A の絶対値と B の絶対値の差と等しいかというよりも大きい。というのがもう一つの等式。で、これ結構しょっちゅう予告なしで出てくることがありますので、一応まあこういう性質が成り立つということを覚えておいてください。で、まあ、その証明のアイデアなんですけれども、皆さん線形代数でベクトルなんかもうやってますか？やってますよね。そうしますと、ちょっとベクトルで表したときに、例えば括弧1番の証明を考えると、まあ、A というベクトルの時間 B、これに対して A プラス B というのを考えると、実は A プラス B の傾向ならばと同じですね。A の長さと B の長さを考えるとこういうようになる。それから2番は、これ今度は A と B を取って A-B を取るとこういう等式が出てくると思いますので、そこはちょっと確認で、やってみてください。ということで、すいません、チャイムになってしまいましたので、まあ、次回はなかなか進みが遅いですが、なんとか連続関数に入って、ビジネスに入れるようにしたいと思います。じゃあ、質問がなければこれで終わりたいと思います。お疲れ様です。